どうも、高橋の高橋です。さあ、今回はですね、エンディングのイラストを描いていこうということで、香港在住のイラスト師アキコさんのところに向かっていきたいと思います。まあ、言うてね、その僕が使ってるエンディングが今2年前ぐらいから使ってるんですよね。まあ、そのエンディング用に撮ったわけではなくて、たまたまこうランニングしてる時に撮った写真をそのまま扱ってたんですよね。なので、まあ今回ね、エンディング用に改めてね、イラストを描いていただこうと思います。で、今回ですね、このチャンネルのアイコンだったりとか、たかひろの部屋のアイコンを作っていただいているイラスト師のあきこさんの方にですね、イラストの方をお願いしてるんですけども、もう今回ね、このサムネとタイトルにもありますように、めちゃくちゃ美人なんですよね。え、もうただ会いたいだけみたいな感じになってるんですけども、失礼のないようにね、今日はね、撮影させていただけたらと思います。なので、今回の動画を見て、ぜひなんか僕も頼んでみたいな、私も頼んでみたいなって人がいましたらですね、概要欄の方にインスタグラムの URL 貼っておきますので、そちらからご依頼の方をしていただけたらと思います。ただね、まあちょっと嫌がらせとかね、冷やかしとかは避けていただきたいなと思いますので、その点はね、大人の対応していただけたらと思いますので、よろしくお願いします。では参りましょう。はい、ということで、イラストレーターのあきこさんです。皆さん、こんにちは。あーねー、美人ねー、もうすごいね。今日はね、こういうおしゃれなところでね、撮影をさせていただくんですけども、まあ、以前ね、ご依頼をさせていただいてまして、私と彼女の絵を使ってほしいっていうのと、あとはまあ一年中使える感じ、 BGM はこれの何秒からお願いしますっていうだけ伝えさせていただいてる状況ですね。で、今日はその途中経過って作業してるところをその撮影させていただくんですけども、どうですか、いい感じですか？いい感じですか？そうですね、なんか結構考えるのも楽しくて、一応その最初に春夏秋冬にしようって決めて、はいはい、うん、なんか春だったらやっぱ桜かなとか、でも香港だったら桜ないなとかいろいろ考えたんですけど、あ、じゃあ四季折々の写真を作ってくださってる、うん、そうですね、うんうんうん、素晴らしい、はい、まあちょっとね、作業工程を見ていきたいと思います。はい、はい、これ iPad で描いてます、お絵かけアプリっていろいろあるんですけど、アイビスペイントっていう割と初心者向けの私は使っていて、クリップスタジオとかプロクリエイトとかあるんですけど、今こういう感じで春夏秋冬ってちょっと描いてるんですね。すごいすごいすごい。で、夏と秋はなんとなく、まあ、完成に近いんですけど、おすごい、今ね、春の色塗りと、あと冬のペン入れまだしてないところがあるので、ちょっとそこをやっていこうかなと思うんですけど、待って、他の絵もちょっと気になるんですけど、この辺とかの、あ、これなんかめっちゃいい、表示しちゃいます、あ、すごい、これはね、麻雀大会やる知り合いからの依頼なんですけど、すごい、一応背景は香港のネオンで、はい、社交場にいるちょっとセクシーなお姉さんのイメージっていうことで、なるほど、書いてみました。これはね、スマホ用に書いたもので、あ、なるほど、あ、横バージョン、ホームページ、パソコンで見た時のサイズですね。すごい、あ、じゃあスマホ用とホームページ用で分けてこう、うん、作ることもできると、イラスト自体別々で書いたんですけど、わ、すごいですね、サイズ指定してもらって、はい、じゃあこういう依頼はあきこさんのインスタグラムから依頼したらいいですか？そうですね、あ、なるほど、載ってるので、それでこの絵の感じでお願いしますとかで DM もらえれば、これ、あ、これこんな見せてっていいのかな、これでも、あ、すごい、あ、これね、前のやつね、そうそうそう、これ前使っていただいてるやつですね、今のアイコンに使ってるやつですね、はい、すごいな、そうですね、改めて見ると、そうで、この、まあ、今回もこのイメージで、はいはい、この画風っていうか、はいはい、うん、テイストで描かせてもらってます。これレイヤーって言うんですけど、はいはい、これで線画を描いてるレイヤーと、これは色を塗ってるレイヤー、こうやって見えなくすると消えたり、こんな感じで、これをどんどん重ねていって絵にしていくんですよね、今ちょっとまず肌を塗っていこうかなと思うんですけど、洗濯レイヤー、そう、こういう感じで、もう肌色に塗りたい部分、ちょっと顔全部塗っちゃうんですけど、肌色に塗りたいところ、最初はちょっと塗りつぶしでざっくり塗って、
黙っちゃった。なんかちょっと見ちゃってるんですごい初めて見るんで僕もすみません見ちゃってて。そうなんかこんな感じで、ね、まず肌色塗りたいところ塗っていくんですよね。今洗濯レイヤーっていうのに塗っていくんでちょっと青くなっちゃってるんですけど洗濯範囲を塗ってる状態ですね。黒い線の内側が濡れてなかったりするので、なるほど。そうなんか線のところだけ抜けちゃってるっていう状態が起こるのでちょっと塗ってます。なんかいつも一人で家で描いてるときは本当にダラ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 描いてていやでもこんなスピードで描いてないもうなんかお菓子とか食べながらもうダラ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 描いてる。いやいやいやそれはもう私も編集中そんな感じなんでもうダラダラ編集してるんで一箇所塗ったら YouTube 見てめっちゃわかるでまた塗ってまた YouTube 見ていやもう集中力が続かないときってほんと続かなくてそうなんですよ本当に。おでこにちょっと桜が止まったところを描きたいという。あで桜止まってるよみたいな指差してるみたいな。そうそうそうあなるほどね。はいすごいそんな。はいで今ちょっと洗濯範囲したのでこのさっき新規で追加したこのレイヤーを肌用にしてでいつもちょっとネリーさんをね色白に、うんうん、あ高橋さんも色白なんですけどネリーさんがこれで高橋さんこの色あ、はい、ちょっと、ね、日焼け気味にしてもらえると日焼け願望あるんで。あ、願望だけは。そうか、そうですね、そうか、そういう願望もね、ちゃんと聞いておけばよかった。あ、いや、全然もう。勝手に、なんか、そんな、いろいろやってて。で、まず、レイさんを、じゃあ、ここ、バーっと。ほうほう。こう、なんか全部こうやって塗っちゃっても、さっき洗濯したところしか色が入らないんですよ。へぇ。そう。だからすごく便利で。あ、なるほど、なるほど、なるほど。あ、本当だ。そう、ここと足だけ、今。で、どうしよう、この色、高橋さんは、これでまたバーっと塗って、あとここと、ここだけ、あ、ここもか、ここをバーってやっても、ここ、ここネリーさんだって。これで間違えても、こうデジタルって戻れるのがいいんですよね。あ、そうですよね。そう、あの、私アナログも描くんですけど。アナログも行くんですか？あの、最初アナログでずっと似顔絵とか描いてたんですよ。なかなかね、こうちょっとした仕事にするんだったらデジタルの方がやりやすいなと思ってそれで始めたんですけど、こうずっとデジタル書いて慣れちゃうとアナログでこうちょっとあ間違えたっていう時にちょんって直せないのが辛くて、なんて言うんだろう、もうなんかね、デジタルに慣れちゃうとそれもそれでダメだなと思って、それで一回解除して、そしたらさっきのこういう濡れた状態で、なりました。そしてこのさっき塗った肌の部分にだけ色を塗れる、ここ今影を塗っていきたいんですけど、はい、今ねこう塗るとここの肌塗ってあるところにしか行かないんです、はいはいはい、おそこから塗ってもこんな感じ、おこうやって影をつけるときいつも下の肌のレイヤーにクリッピングをして塗っていきます。でなんか結構いつもいっぱい塗っていくときは1影2影って言って影を、ね、重ねていくんですけど、最初ざっくり塗ってもうちょっと濃い影を重ねることをやるんですけど、今回こういう感じのイラストだからそんなに塗り込むよりもあの割とパキッと塗っちゃった方がポップで可愛いかなとか思ったりまして、ちょっと試して光の方向、あ光をね どこから当たってるかっていうのは考えながら塗るんですけど、あ、なるほど、うん、大体でもまあ上、正面ちょっと上とか、すごいな、ほんと見入ってしまいますねでもなんか高平さんも描けそうですよね。いや、僕はあの全然描けないですいやでもね、なんかアートな感じ、あれは本当にもう人の顔が描けるってすごいなと思ってる。まあ、あの似顔絵とか絶対描けないんです。そうそうそう、なんかあの結構ちっちゃい時漫画とか、まあ、みんな漫画好きだと思うんですけど、はいはい、あの女の子の顔描くのとか好きで、あ、なるほど、うん、やっぱなんか顔ばっかり描いてたんですよね。意外と、まあ、体とかってあんま描いたことなくて。あ、そうなんですね。なんかこうイラストのお仕事
から本当に描き始めて。じゃあもともとできる人やったんですね。なんか絶対だって指そんなん描けないですよ。僕が描いたら。じゃあちょっと邪魔しない程度にちょっと質問とかしていきますね。はい、描きながらでいいんですけど、あきこさん香港来てどれくらいになります？4年になります。あ、結構前に、コロナ前ぐらいかな。ちょうどね、コロナの始まりと同時に来たって感じだと思います。なるほどなるほど。でなんですけど、その前は中国の広東省の東莞っていう、割と近いんですよ、ここから。あ、そうなんですね。そこにいたんですよね、駐在、夫の駐在で2年間香港にいて、はいはいはい、スライドで香港に行っているんですけど、今回2回目の駐在で、香港の前日本だったんですけど、そこが3年間日本で、はい、その前は1回目の駐在で4年半香港にいたんです。香港日本、香港香港みたいな。なあ、なるほど。はい、あ、じゃあもうザ・チューズマスね。あのね、そうですね。あ、なるほど。そうなんですよ。でもなんか中国は本当ひどい街だった。本音が。なんか結構私ネタ探しをしたいタイプなんですよ。その生きてるだけで中国ってこう生活してるだけでネタが入ってくる。日々いろんなアクシデントが。なるほど。すごくよく言いましたね。香港は本当に日本と変わらず生活ができてしまうなっていう感じが。そうなんですよね、うん、結構何でも手に入っちゃうんですよ ね。便利っちゃ便利なんで。そう、世界の中で一番香港が日本と変わらず暮らせるんじゃないかな。おだから、なんだろう、香港は本当にいい場所で暮らしやすいし楽しいんですけど、美味しいものもいっぱいあるし、でも中国のなんか戦後みたいな感じちょっとなんか、まあ、香港もそういうとこあるけど、そういうのを見るのが結構新鮮で。いや、まあ、それ分かります、分かります。うん、なんか日本にいたら忘れちゃってたようなことを思い出すというか、そういうのは結構良かったですね。なんか一回小さい商店入ったらお釣りがなかったみたいで、アメちゃんで帰ってきた。そんなことが。もう5円ぐらいだったんですけど、はいはい、でもね、なんかアメでみたいな。逆にまあ許しますけどね。で耳をいきなり耳掴まれて、普通に昼間なんですけど、後ろから若い男の人が走ってきてたみたいで、はい、気づかなかったんですけど、なんか後ろからこうイヤリングしてたんですよ、ちょっと金に見えるメッキだった。なるほどなるほど。そしたらもうガッて掴んでそれを取って、まあ、ピアスじゃなかったんでよかったんですけど。いや、やば。そうで走って行っちゃって。本当にあるんですね。なんかその噂では聞きますけど、なんかこう、iPhone とか持ってたら、すぐ持って行かれるみたいな。10年前とかだったんで、はいはいはい、本当になんかスマホ持ってたら、なんか道でも、ね、歩きスマホとか絶対ダメとか言われたり、なんか腕時計でも腕から持ってかれるからね、とか言われて。いや、らしいですね、なんか。言われてた時代で。悪くなるらしいんですよね。出稼ぎ労働者多い街だったんで、休み前は治安が悪くなるよって言われてたんですけど。なるほど。あ、じゃあなんかその日本人が思ってるその駐在妻を謳歌してる感じではちょっとない感じですね。じゃあなかったですね、中国の時は。なんかそのイヤリング事件があってから、もうなんか現地人以上にみすぼらしい格好で日々Tシャツとジャージみたいな。でも一回その中国行って日本帰ってまた中国行ったじゃないですか。その時ってメンタルどんな感じなんですか？なんかやったって感じでした。あ、やったなんだ。またかじゃなくて、中国ね、なんかそういうデンジャラスなんですけど、やっぱりなんかこうスリリングっていうか。なるほど。あ、そうなんだ。あ、じゃあそれで言うと、スリリングさで言うと香港はちょっと物足りないぐらい。そう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 。それなんですよ。なんか平和すぎると。そう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 。なんかマフィアの構想とか見えたら楽しいかもしれないですけど、なんかなかなかね、なかなかないですけど、香港めちゃくちゃ平和ですからね。そうね、そうなんですよ。メミさ
さんって実際髪の色何色ですか？マロン系。あ、そう。若干茶色っす。あ、そうなんで、それに合わせた方がいい。すごい綺麗ですよね、でもミミさん。そうなんですかね、ちょっと僕はもう分からないんですよ、その周りの評判はいいんですけど、うんうんうん、その、でもなんか香港人女性って結構気が強いとかあります？気が強い、でも比較的、うん、そう強くない方の人だと思います。そうなんですね。なんか噂で聞くようなプレゼントもらったら値段チェックしてとかそうなんだ。なんかもうそういうのを聞いたら、なんか車は絶対ドア開けてやらないといけないとか、靴ひも結んでやらないといけないとか聞いてたんですけど、そこまではないです。なんで結構日本人に近い感じでお付き合いできてるんでいいんですけど、そんな香港と中国と日本を行ったり来たりしてるアキコさんなんですけど、今あのその日本でよく言われてるのがおごりおごられ論争あるじゃないですか。おごりおごられ、なんか男はおごるべきだみたいな。あー、はいはいはい。あれってどう思います？男はおごるべきだと。あー、でもいや、おごってもらえたら嬉しいけど、なんか最初からそれを期待はしていかないかな。おー、なるほど。割り勘って言われたら別に割り勘で。そうですね。なるほど。あ、でも割り勘って言われたら、あ、なんか私のこと別に気がないのかなって思うかもしれない。多分、うん、そうだな。あ、友達って感じなのかなって思うかな。なるほど、なるほど。そうですね。私のことちょっと気にしてんだったら、おごって。見せてよみたいな。いや、そうやね。だ、実際その好意を求められたいんだったらっていうところだとは思うんですけど、そうですね、ちょっといいとこを見せようとしてくれた方がいいかな。なるほど、なるほど。っていうのあるけど、それはその、うん、結婚しててもやっぱそう思うもんですか？あ、結婚してても2つパターンがあると思うんですけど、その結婚する前の状態のパターンと結婚後の状態、はい、今のは結婚前の状態なんですか？で、結婚後でもそう思うのかなっていうのは、にその例えば、あ、男性食事に行く機会がまずないの。あ、でもそうだな。あ、でもこれは 言えないかもしれない。そうよね、そうなっちゃうから。じゃ、一般的にあきこさんが思うには、男性は女性から気に入られたいんだったら、うん、おごった方がいいよっていう、これはあると思う。確かにそう。だけどなんかおごってくれなかったからこいつはないなとかいうのはちょっと違うかな。なるほど、なるほど、うん、そこでこう線引きをするんじゃなくて、うんうんうん、あったらラッキーだけど、なかったんだみたいな。めっちゃ思ってるやん。めちゃめちゃなしのラインを今またいだじゃないですか。全然なしのラインをまたいだよ今。いや、まあそうっすよね。でも考えがね、古いのかなって。いやいや、でも今の若い子はだっておごらないとって言いますからね。おごらない、おごらないと無理みたいな。おごるべきだみたいな言うんすよ。あ、そうなんだ。逆にそうなんだ。いや、でもですよ、その僕の友達は男の人とご飯に行って、うん、払うよって言われたんですよね、男の人から、うんうん、でもいいよいいよ悪いからって言ってお金出したんですよ。あ、割り勘にしましょうみたいな感じで、はい、で男性の人はそれを受け取ってしまったんですよね、うんうんうん、俺はおごりよ、うん、いやいいよ悪いから私も払うよ、ちょっと払うよって言って出したお金を受け取ったんですよ、うん、それを後日私にあの人受け取ったんだけどみたいな感じでぶち切れたんですよね。で、男からすると、うん、いや、そこまでお金パッて出してたらそれは受け取らんと気まずいやんっていう。あー、どのぐらい、そんなトラップあるんですか？でもその反応見る限りありそうな。あー、でもそうだな。それも断った方がいいと。どの程度の強さで、あの、やり取り、出すよ出すよっていうののどのぐらいの攻防戦があったかにもよる。あー、確かに。だけど、なんか2回断ったのかと、そう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 。だからなんか、そうだな。じゃあ彼女が、あ、もう本当に出すからみたいな、もう出させてみたいな感じだったら、あ、じゃあ今回は割り勘で悪いねみたいなのになると思うんですけど。はいはいはい、はいはい、その場合って女性側からすると、あなたともうご飯行きたくないんですけどっていう意味ですか？若干そう、もう恩を売らないでくださいと。借り作りたくないみたいな。そう、かもしれない、うん、かもしれない。あ、確かに。そう、そうです。言ったら、その男がおごるよって言って、女性からもう割り勘にしよう、いや、おごるよ、いや、ほんとごめん、割り勘にさせてって言った時は、あなたは友達ですよっていう、こうちゃんと言われた時ですね。その言葉じゃなくて、あなたは友達ですよっていう、うん、そうですね。いや、でも確かに
おごらせてもらえないって結構ショックかもしれない。男からするとそうなの、あ、おごらせてくれるのやんって思うかもしれない。なんかさ、最初に行った中国の街が、はい、サンガの中でも特になんか風俗産業で儲けてる街だったんですよ。はいはいはい、チャンピンっていう有名な街があって、はい、ただもともとちょっと治安悪めな。そうですね。ああ、なるほど。なんか行った当初ボディコン着たお姉さんいっぱい歩いてて、はいはい、香港からの当時あのホンハムから直通列車があったんですよ。もうね、週末香港人が、なんか噂は聞いたことあります。なんか中国に行ってるみたいな。そう、会いに行くために。もういやでも今でも結構駐在員の方が中国によく行かれてるみたいなんで。あ、本当ですか。結構楽しんでるみたいで。困ったやつらですよ。香港でそういうとこ少ないじゃないですか。なんかこう、ね、女の子と遊ぶところというか。なんか全然私もちょっと知らなくて。もしその旦那さんがそういうお店に行ってるのを見つけたら、うん、こうどうなっちゃうんですか。その立場的にというか。いや、どうだろう。暴力というか。あ、考えたこともない。あ、いや、でもなくもないけど、なんかそういうタイプじゃなくて、どうなるかな。なんかこう一人で行かなくてもこう同僚となんか連れて行かれたりとか、接待で行ったりとか、付き合いでね。そう。そうだな。いや、でももちろんね、みんな嫌だと思うんですけど。はい。だけど。しょうがない部分もあるのかなみたいな。なんかそうですよね。今結構結婚も長く。はいはいはい、なんか若い時だったらすごく嫌かもしれない。あ、もちろん嫌なんですけど、はい、なんか若い時は理解もできないっていうか、いや今も理解できない。大丈夫ですか。ちょっとでも今の方が懐が若干広くなってる。分からなくもないかなみたいな。そういうことってあるのかなぐらいな。いや、わかんない。でも実際なってみないとわかんないかな。なったら多分発狂すると思うんですよ。そうなんですよ、私サソリ座だからね、執念深いかもしれない。執念深いですか、サソリ座って。そう言われて、あのなんかあの美川憲一の曲、はい、サソリ座の女、なんかそんなこと言ってた気がする。美川憲一知ってるんですね。あ、そう、私昭和好きで有名。いや、でもなんか絵も昭和チックな絵を描きますみたいな感じですもんね。そうですね、あの最初アナログで描いてた絵が、あ、それもアナログ専用 の、 あのインスタをのアカウントがあるんですけど。あ、はいはい、あの、あ、ちょっと本当絵が本当に絵がやばいですね。何やってるんだって。あの、入れて消して入れて消してって。書いたりもしたし、そのうちその昭和のアイドルとか、もう T シャツの方ですか。あ、これはですね、実はあのこの、ね、昭和ハッピー地区っていうポッドキャストがあるんですよ、ラジオみたいなのが、はい、50代の女性2人が面白おかしく昭和の芸能史とか事件とか取り留めもない感じで喋っていく番組なんですよね、はい、で私そういうもともとファンで面白くって、昭和ハッピー地区のインスタのアカウントが私の似顔絵を見つけてくれて、もうなんか昭和の似顔絵描いてたんで、昭和好きだったらつながりましょうって言って、でイラストもし描くんだったらあのグッズとか今後作りたいんで、よかったらなんか一緒にやりませんかって言ってもらえて、グッズであのイラストで協力させてもらうようになってですね、 MC のお二人をイメージしてますね。あ、なるほどなるほど。昭和が好きで、割とあの昭和の歌謡曲とかも好きなんで、え、じゃあ井上陽水とか、うん、もう好きですか。あ、そうですね。わあ、さすが。なんかね、詳しくないけど、その広く浅く聞くっていう感じです、ね。なるほどなるほど。玉置浩二とか井上陽水とか、うん、好きですね。すごいすごいすごい。玉置浩二はね、香港大人気です。めっちゃ人気ですよね。ね、すごい。なんかあのイラストは本当コロナになって、はい、コロナ前はちょっと舞台出たりしてたんですけど、コロナになったし、やっぱ舞台とかはもう大打撃を受けたんですよね、うん、し
かも香港に来ちゃったし、はい、香港で舞台っていうのはちょっとハードル高すぎて、うん、でまたなんか違うことやろうかなって思って、でもやっぱ家にいる時間も増えちゃって、はい、そこから描き始めました。あ、そっからなんですか。そうなんです。あ、じゃあイラスト歴は本当まだ何年、2年。え、でこれできるんですか。すごい。あ、じゃあもともとセンスあるんですか。でも教科書にめっちゃ落書きとかしてたんで、もともと好きで絵を描いてたけど、その仕事にはしてなかったみたいな感じ で、うん、で舞台やったりとか OL やったりとかしながら、で今イラストに行き着いてるという感じです。なんかね、私の人生は本当にとっちらかってていやいやいや、多分もともとちっちゃい時好きだったのは絵なんですよ、はい、絵を描くのが好きで、だけど中学校入ったらバンドにハマって、あるバンドにハマって、イエローモンキーにハマったんです。ああ、いいですね。そうそうなんですよ。いや、もういいな。そう、世代でね。で、あ、もうなんか絵じゃない音楽って思ってで、なんかエレキ買ってとりあえず買ったんですよ、はい、ちょっと練習したけど割と買って満足した部分があって、あ、なるほどね、全然上手くなんだなって。大学入ったらなんかクラブがすごい流行ってた時代で、はいはいはい、クラブ DJ だと思ってDJ にも手出したんですか。そうなんです。あの、その大学のサークルでファッションショーやるサークル入ったんですよね。おお、すごい、またすごいサークル。で、なんかそこのでもファッションじゃなくて音響担当みたいな感じで、音楽好きだから、まあ、音楽行こうと思って、はい、でそこにいた先輩が DJ すでにやってて、はい、でやってみるって話になり、教えてもらいながら一緒にクラブでたまに回したりして、うわ、すごい、出たんですよ。多才すぎません？だって、でも才能があるかも。なんか変な色になってる。ちょっと集中集中。喋ってたら変な色になってる。一旦集中しましょうか。一旦集中しましょう。はい、ということでね、だいぶ進みましたけども、進んだのか、全然、絵が進んでなかった、ね、ちょっとね、喋りすぎた、もう全然ダメでした。ちょっとね、私がちょっと喋りかけすぎてね、なかなか進んでないんですけども、この後、作成を続けていただきまして、この動画のエンディングで仕上がりをね、見ていただきたいと思いますんで、ぜひね、はい、よろしくお願いしたいと思います。はい、なので、まあ、今回ね、この動画見ていいなと思っていただけましたら、あの、あきこさんのインスタグラムにですね、うん、ご依頼ができますんで、はい、ぜひそちらの方で依頼をしていただけたらと思います、はい、お待ちしております。ぜひね、このチャンネルよかった、あ、この動画ね、いいなと思っていただけた、ぜひね、この動画いいなと思って、喋るな大事な時喋るな最後に、ぜひね、この動画いいなと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、そしてコメントもお願いしたいと思います。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ではまた、バイバーイ。